ちは、TSM の音響の担任の松尾です。今日は高校生になった気分で体験授業を受けたいと思います。皆さんも授業一緒に受けてくださいね。はい、おはようございます。業界の挨拶はおはようございますで始まります。夜でも朝でもおはようございますから始まります。PA の非常勤の須藤です。今日は一日、PA の基本の講座をやって、まず説明を最初にやります。でその後実際に線をつないで、音を出すところまで行ってみたいと思います。それではよろしくお願いします。 PA では、スピーカーから音を出すことが、最終目的なので、例えばマイクロフォンだったり CD だったり音源だったりバンドであれば楽器の音を拾ってそれをスピーカーから出してお客さんに届けるという仕事が、表にあります。で今日はそれの、最も基本的な、簡単なセットの、接続と説明をいたします。1番2番3番4番、最低限必要なアイテムがこの4つです。でここに書かれた四角丸は、機材です。で青や赤で書かれた線が、ケーブル血線だと思ってください。でまず1番の、マイクロフォン、あと CD と音源というものが、今日はマイクロフォン2本使います。で音を出したいので CD プレーヤーを接続します。でそれを接続するのがこの2番のミキサーです。ミキサーの仕事は、今ここに書かれているマイクロフォン2本 CD の、レフトライトステレオなのでレフトライトの2チャンネル、今日は合計4チャンネルですね。これが例えば楽器が増えたら楽器の、マイクロフォン1本1本がつながって、多チャンネルいっぱいのチャンネルをこのミキサーに入力することによってここで音の、調整をします。で混ぜます。ミックスするのでミキサーと言います。で最終的にマスターのアウト LR レフトライト、ステレオなので、会場ステージ上の両サイドにあるスピーカーから音を出すために、LR2 チャンネルにまとめます。それが、ミキサーの仕事です。他にも音の音量の調整や、あと大きい小さい音量ですね、あと高音がうるさかったり低音がもうちょっと欲しいなとか、そういう、音の音色の調整もしたりするのがこのミキサーです。で LR2 チャンネルにまとめたものをスピーカーから出す仕事ですよと先ほど言いましたけど、直接このミキサーのアウトを出力をスピーカーにつなげても、このスピーカーからは音が出ないんです。なぜかというと、後で本物ものを見て説明しますけども、スピーカーというのは、機械の音の出る場所に何かを与えてあげないとそのものが動かない。動かすことによって音として感じるために、スピーカーがあるんですけども、何が必要かっていうと、電気が必要です。そのものを動かすスピーカーのユニットを動かす、電気が必要。その電気を作ってくれるのがこのパワーアンプという機械なので、ここまでは青い線で書きました。なぜ青い線かというと、電力が小さいから青い線で、パワーアンプに入力してパワーアンプから出力される時にはこの赤い線、いわゆる電力が大きくなって大きい電力が出るので、赤い線で書きました。でその大きい電力がこのスピーカーに入ることによってスピーカーのユニットが動いて空気振動で音として聞こえてくるという仕組みなんです。なので、先ほども言いましたけど、この1234つのアイテムは、音を出すために最低限必要なアイテム矢印で書きましたが、方向があってもうご覧のようにこちら側の入力から全て出力まで一直線に行きます。なのでマイクロフォンに入力するのは、例えば声とか楽器の音、 CD とか音源っていうのはその音源があるので、そこには入力するものがなく再生をすることによって音が出ます。でミキサーに入力されます。で混ぜて出力されます。で今度出力されたのがこのパワーアンプで大きい電力を作ってくれる機材に入ります。で出力されます。でスピーカーに入力されます。でスピーカーから音として出力されますという仕組みで音が聞こえますというのが、一連の PA の基本のセットです。はい、それでは、実際機材を使って、決戦をしていきますが、この上のところに今日の、セッティング図を、簡単に書きました。上にあるのがステージ、本日もこのLS1 にはちゃんとステージがあるのでステージのところで、アーティストないしは、歌い手さんが演奏並びに、パフォーマンスをするという想定で、書きました。でその両側に、ここにあるスピーカーを立てます。で、後ろの方後方に、大きい会場、武道館とかアリーナクラスの大きい会場であれば、客席の真ん中にミキサーの部分ですね、音響さんがこれを FOH、フロント・オブ・ハウスと言います。でそこにここに書かれている CD、ミキサー、パワーアンプという機材を置いてそれぞれ決戦をしていきます。じゃあ実際にものを使って決戦していきましょう。